ということで、2021年のセリーグの優勝予想は、今日は2021年セリーグの順位予想。さあ行きたいと思います。今日はね、ここ BB パートナー千葉ニュータウン店で公開収録ということで、やっていきたいと思いますけど、2021年、いよいよプロ野球が始まります。今シーズンは143試合、まあ、順調にね、いきそうなんですけど、まあ、オリンピックイヤーということで日程がね、まずね、ぎゅうぎゅうになってます。そしてもう一つ、今シーズンは9回で打ち切りということで延長戦がないと、これはまあ特別なシーズンかなと思っていますけども、まあ、僕的にはね、延長戦がないのは結構すっきりしていいかなと。まあ、引き分け多くなると思うんですけども、まあね、なんかこう後ろのピッチャーいろいろ考えなきゃいけないとか、まあその辺がね、あんまり考えずにもう9回で終わりっていうのはね、分かりやすいなと思うんですけどもね。セリーグ編今回は行きたいと思います。早速行きます。あまりやりたくないこの最初のね伝えたくないんですよ。ですが、まあ今回は公開イベントということで6位から順に行きたいと思います。いきます。まずは6位からいきます。6位、なんとヤクルトスワローズ。まあね、解説者としてはこれね、一番苦しいことなんです。最下位も順位予想しなきゃいけないという。ただまあヤクルトといえば、まずはね、打線爆発なるか。皆さんね、奥にいる人は多分字は見えないと思うんですけども、まずヤクルトといえば打たないことには勝てないチームです。投手陣ね、少し不安抱えてるんですけども、まずは打線爆発なるか。そしてまあやっぱりね、戦力的には去年もチーム打率と、チーム防御率が最下位のチームなので、新戦力がどれぐらい出てくるかが、まあ、ヤクルトの浮上の鍵かなと思います。あまりね、最下位のチームをね、グダグダと長く喋れないようにしなきゃいけないんですよね。最下位に予想してるわけですから、これぐらいでいきたいと思います。ちなみにスワローズファンの皆さん、ごめんなさい。もう本当、今日スワローズファンの方います？はい、もうもともといなかったのか、6位予想で手が上げづらいから上げてないのか、どっちかと思いますけど、まあこれぐらいにしときましょう。まあね、まあ、ヤクルトにも頑張ってほしいです。そして5位、じゃんとカープ。いやー、これね、カープ実はね、僕去年視聴リズムの中では2020年シーズン優勝予想したんです。それは、まあ、ルーキーの森下投手が相当良さそうだと。でそれも当てたんです。新人王を取ったんです。ただ思いのほかブルペン陣でクローザーが決まんなくて、打つには打ったんです。チーム打率は良かったんですけど、まあ、ブルペン陣がね、相当苦しんできました。なので、まあ、今年のカープは大瀬良、森下、この両投手は盤石だと思うんです。もしかしたら去年以上にしっかりとローテーションで抑える可能性が高いんですが、その他の若手投手陣が台頭してくるかどうか。そして中継ぎと抑え、昨年ね苦しみましたけど、ここの、まあまあ投手陣ですが、しっかりと若い選手が出てくるか、誰かがここをね、役割を担えるかどうかがポイントだと思います。カープファンの皆さん、またごめんなさい。もうこれでカープファンの方いらっしゃいますお父さん、カープファンね、いや、ピッチャーね、やっぱ苦しいですよね、今ね。若い選手がね、やっぱ出てこないと、カープは、まあ、今年も苦しい戦いになるかと思っています。まあ、B クラス予想ですが、セ・リーグはね、結構力がね、もう本当、僅差ですが、4位いきたいと思います。4位はこちら。はい、ベイスターズ。ベイスターズは私も、古巣なんですが、まあなんて言っても外国人選手が誰も入国できてない、開幕から遅れるという予想なんですけども、実はね、ベイスターズは外国人選手にね、ものすごい頼ってる部分があるんです。
その外国人選手が今シーズン、まあ、開幕からおそらくは、出れないということが、まあ、今シーズンね B クラスになるんじゃないかというような予想なんですけども、あともう一つ、今年梶谷選手がジャイアンツに移籍しました。1番センター、そしてハイアベレージの選手が抜けた穴を埋めれるかどうか、これ1番とセンター、ここが非常にポイントになると思います、野手の中で。そしてなんといっても先発ピッチャー、ベイスターズはブルペン陣は非常に充実してます。なのでこの先発ピッチャー、若い選手たちが期待以上の結果を残せるかどうかが多分浮上の鍵になってくると思います。僕もベイスターズは古巣ですが本当に申し訳ないです。でもここはねシビアに、まあ、解説者として評価しています、ね、ちょっとだけ苦しむんじゃないかということですね。じゃあここまでが B クラス、そしてこっから A クラスです。 A クラスの、まあ、まず3位からいきます。3位はドラゴンズ。どうですか皆さん、ドラゴンズはね去年本当にいいシーズンでした。で何が良かったかと言いますと、これ、ね、リリーバー福投手と祖父江投手、この2人がねフル稼働して抑えまくったんです。でもともとね打者陣は結構もう、充実してるんですけども、まあここリリーバーの2人が安定しててクローザーもしっかりいますので、リリーバーが安定していればおのずと A クラスに入っていくかと。ただ課題は近年ずっと言われてます、先発ピッチャーね、ドラゴンズのエースといえば大野投手、もう絶対的なエースですが、その後に続くピッチャー陣がなかなか出てこないということなので、若い先発ピッチャーが出てくれば2位1位という可能性が十分にドラゴンズにはあると思います。どうですか皆さん、ついてきてます？不平不満ありませんか？まあ、若干はあると思いますけどもそれではいきます。第2位、もう2位はねもう評価非常に高いですから、いきますよ。2位は、はい、阪神タイガース。お、拍手が起こってますけども、まあタイガース去年も頑張りましたよね。近年ね A クラスにはしっかり入ってますけど、まあ、ちょっと優勝に届かないというところですけども、まあそこには一つ鍵があります、野手陣のこれ得点力、ここが鍵になると思います。タイガースはね近年もピッチャーが本当に頑張ってます。投手力、あの防御率も非常にいいですし、全体的にはよくピッチャー頑張ってるんですけども、バッターがねもうちょっと点取ってあげるともう多分1位の方に行く可能性があると。じゃあそこの野手陣の得点力のポイントとなると、ここですよ、ルーキー佐藤選手、めちゃくちゃ打ってるんですよ。オープン戦からむちゃくちゃ打ってて、もうみんなねタイガースファンが嬉しいんじゃなく不安になるぐらい打ってるんですよ。でもまあ、ルーキー佐藤選手は基本的にはまあダウンスイングでなくレベルからアッパースイングで一気に振り上げるタイプ、柳田選手とかね、吉田正尚選手のような、まあ、バットスイングの軌道なんですけども、一気に振り上げるので当てに行かないという意味では、まあ僕はね結構結果を残すかなと思ってるんです。20本ぐらい打ちそうだと。ただそのルーキーの佐藤選手が期待以上の活躍見せたら当然優勝もあるなというふうに思ってます。はい、ということで2021年のセリーグの優勝予想はジャイアンツでございます。はい、まあ、ジャイアンツはね昨年のリーグチャンピオンですけども、まあもう投打ともに戦力充実してます。というのはまずは菅野投手が残留しました。で戸郷選手が去年出てきました。で今年も元気そうです。でサンチェスもう来日してます。そこに新戦力の伊能投手で、若いね選手も今村選手もいますし、先発ピッチャー豊富、中継ぎも分厚い、そして野手陣でいうとベイスターズから梶谷選手を取りましたよね。これが大きい。
ジャイアンツ意外とね、1番バッターね、苦労してるんです、ここ近年、優勝してるんだけど、それが、まあ、梶谷選手がベイスターズからね、この横浜、1番センター、打ってた横浜の梶谷選手が、ジャイアンツに入って、さらに、戦力として、打者の戦力としても、分厚さを増したということで、まあ、ジャイアンツが今年も大本命になるだろうというふうに思いますが、皆さん、いかがですか？だからね、これね、ちなみに僕、去年の順位見てそれを参考にしたわけでは全くないんです。今シーズンの戦力分析したんですけど、結果去年の順位と同じになってしまいます。それがいいことか悪いことか別として、たまたまですけども、去年の順位こうなんです。で、今年もまあ戦力分析した感じはこうかなと。でも去年はね、視聴リズムの優勝予想はカープでしたから、視聴リズムの優勝予想とはもう全く違うようになってるんですけども、まあこんな感じで、私は予想しました。まあやっぱり横浜 B クラスからは横浜で、まあカープはその先ほども言いましたけど、両エースがもう抜群にいいので、クローザーがまずハマる、そこがマストかなと思うんですけども、まあ、戦力的にはちょっとこう苦労するかなと、まあ、若い選手がね出てこないと厳しいかな。でもやっぱり横浜はルーキーの入江投手が、まあ、10勝近くしていけば面白いかなと思いますね。じゃあ9回打ち切りでどのチームが有利かとなると、当然8回9回が固定して盤石なチームに追い風なわけですよ。という意味では、まあ、ヤクルトもクローザーいます。ですけど、まあ、その前のピッチャーが少し弱いかなと。じゃあ、カープ、クローザー、中継ぎ8回、9回、弱い。まあ、少し苦しむかなと。という意味では、まあ、去年、ドラゴンズが7、8、9と、これ盤石だったので、ドラゴンズに有利かなと。で、まあ、ベイスターズもそうですよね。リリーバーが充実してるところが有利だと思うんですよ。だからまあ、ベイスターズから上のチームは中継ぎ陣が充実してるので、もう延長のこと考えなくていいんですよ。もう9回で終わりだから、最悪も引き分けに持っていけるような起用法ができるので、そういった意味ではまあ、やっぱりこう、8回、9回、しっかりといるチームが、今年は有利なんじゃないかと思っています。ホームラン王は、まあ、4番でしょう、岡本選手、有力候補ですよね。あ、そうそう、一つ忘れてました、言うの、これ、ドラゴンズの高橋周平選手が、僕はね、今年キーマンだと思ってて、首位打者取ると思ってるんです。だからまあ、キャプテンマークもついてますし、高橋周平選手は今年はね、まあ非常にいいですね。ということで、まあ今回はセリーグの2021年の優勝予想をしましたが、皆さんぜひいいねボタンとチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。ということで、今回は2021年セリーグの順位予想をお伝えしました。どうもありがとうございます。